かなと思いますけど、三遊間は破りました。三塁ランナー帰ってきます。谷川原タイムリー追加点、3対0になりました、はい、レフトで下がっていく、レフトまだ下がっていってフェンスの前、これ取ります。三塁ランナータッチアップ、ホームに帰ってきます。これで立ち上がり4点目を取りました。初回の攻撃です。センターへ、島内のタイムリーで1点を返しました。4対1です。ナイスバッティングですよね。変化球引っ張ってライト線、フェアです。ランナー1人、もう1人帰ってきます。打った銀次は2塁へ。ストレートのフォアボール、押し出しでイーグルス同点に追いつきます。まあね、これ逆に鎌田からすれば崩れ右方向、ライトが出てきますが、落ちた落ちた、ヒットになりました。レフトの前ヒットになります。三塁ランナー、そしてセカンドランナーも三塁を回ります。ボール返ってきてセーフです。落球した分だけじゃないでしょうかね。でもナイスヒットですよね。